はい、それではピクミン3の続きやっていこうと思います。じゃあ私の記憶が薄れないうちに続きをやっていきたいと思います。とりあえず着陸の前に話す。くそー、私がついていながらキャプテンオリマは囚われてしまった。まったくもうキャプテンのせいですよ。 G パッドに生体反応があります。オリマーさんは無事です。よかった、あの金色の生き物に食べられちゃったかと思った。だがおそらく時間の問題だろう。オリマー氏の救出を最優先の作戦としよう。あいあいさ、じゃあ行きましょう。ほい、ちゃんとこういう会話もあるんだね。あ、もしかして着陸する前専用会話とかあるのかな。今まで全然気にしなかったけど。そして残り食料は50個、まだまだあるなんて言ってるとやばいかも。よし、じゃあ今回は作戦が決まってるからどうしようかな。でもやっぱりそれぞれ持っていくべきだよね。うん、とりあえずこれでいこう。そしてオリマーさんは花じゃない、羽ピクミンで運ばせた方がいいかな。もしかしたら水場の上を行く羽目になるかもしれないから。え、それでいて実はマリグモとか用意してる可能性も。そう、新しい原生生物が次々投入されてるからかなりスタッフがやらしい感じ。じゃあ水かな、水ピクミン。でも羽にしとこう。とりあえず羽だけにして。おっと、しまった。これは結構届いちゃったな。はい、羽ピクミンで連れて行こうと思ったら青が俺たちの役目だなんていう感じで行っちゃったな。よし、じゃあオッケー。青ピクミンは10体オリマーさんを運んでいる。そしてとりあえずブリトニーさんは移動。まあぶっちゃけて言うとここをこうやって行って引きつけたらここに降りるっていうループを繰り返せばブリトニーさんは延々と逃げ続けることができるんだけど、まあいっかいっかっていうか、とりあえず困ったらここでぐるぐる回りましょう。今回は本気プレイですよ。そして逃げろー。ここも壊したいのでまずは爆弾岩を持ってこよう。これはやっぱり自分で操作した方が若干早いんですね。足がそもそも違う。この辺何か気になるんだけど、何かあるのかな。お、メモデータとかはないんだ。キノコがあるとつい壊したくなっちゃうな。そんなことやってる場合ではないんだが、この赤い光はオリマーさんのアンテナか。ここどうしようかな。ちょっと見てきてもらおうかな、キャプテン。じゃあアルフ君はこの辺のキノコいっぱいあるけど、あ、ん？これはキノコ？卵？卵が、あ、ちょごめんなさい。卵とか普通に置いてあるんだね。投げつけて吸わせることができる。いや、卵だったらだけど。そしてまあここまで移動だな。はい、そしてキャプテンは一人探検。おっと、これはショートカットルートを作る方。確認できたのでアルフ君のところまで移動。そしてよ、出てくるかな。お、出てこない。原生生物はしばらく復活しないみたいだな。じゃあチャンスだ。とりあえずピピクミンだけに。な、何言ってんだ、運ばなきゃ。よかった、こいつは今確かめようと思ったんだけど高いところを登ってくるってことはないんだね。降りることはできてるけど。じゃあここに待機しておこう。ちょっと ずるいやり方だけど背に腹は変えられない。ここにいましょう。そう、オッケー。キピクミン、キピクミン、あ、また近寄っちゃった。ほい、あ、これまずは全部集めて、そ
そして別れさせる。ああそこに行っちゃう。逃げろ。この辺に降ります。ほい。おっとっと、結構範囲が。オッケー。じゃあアルフ君は、お、そっか、この鉄球があったんだよな。まあ いや、ここまで行って水晶壊そう。敵がいるかもしれないからこの辺まで移動。今度はキャプテン。キャプテンはそんなに近い？おっと近い。近い場合はこの音がちょっと変わるんだね。緊張感があってよろしい。ほい。オッケー。じゃあキャプテンはここまで移動。ここは日没しがないって分かってるからピクミンを放っておいても大丈夫でしょう。そしてこれだったら全部連れてくればよかった。よし。待って、運ぶのは待って、運ぶとしたらここか。あ、じゃあ近いな。近いから大丈夫かな。よし。そんなに危ないっすか。あ、もしかして足が速くなってきてる。その可能性もあるな。あまり時間をかけると猛スピードで追ってくるかも。ほい。そしてアルフ君は今のうちにピクミンを回収して周りを安全にしよう。いいよ。今回すごく真面目にやってる。いや、普段から真面目にやってるはずなんだけど。なんかキピクミンってどこかに、あ、そっかそっか、持ってるんだっけ。これ覚えておかないとな。この辺、この辺か。あれ、ちょっとそんなとこ投げてないんだけど。すごく今がっかりした。そして近い近い近い。ここまで移動。これ前も投げるところがちょっとおかしかったんだけど、危ない。メモデータが壊れる。壊れない。ということで気になるこっち側行きましょう。もしかしたら爆弾岩があるかも。よし、隊列に50体入ったってことは OK。 そしてここまで移動。これはちょっとどうかな。安全確認した方がいいかな。まあ、いや移動。そしてキャプテンは奥の方へと行こう。あそこ固定してんなのがちょっと辛いな。お、あ、そっか、ここ屋上か。なるほど。あらかじめ地図でチェックしておけばよかったな。じゃあ戻ろう。戻ろうっていうか、これ爆弾岩がもう一個ぐらいないとないよね。くそ、さっき投げた時にうっかり向こう側まで投げそうになったからタイミングじゃなくて加減が難しいな。じゃあ今回爆弾岩が使えないから次の日を待つしかないな。おい、これじゃあオリマーさんを助けらんねえじゃん。オリマーさん見るよりもメモデータの方が欲しいんだけど。ほい。おっと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 、すごい近い。もう延々ぐるぐる回り続けてるだけだけど。おっと、ちょっとどうするつもり。まさか見てなかったけど羽ピクミンがものすごい怪力で殺した。え、鉄球どこ行きました。ちょっと気になるので見てみよう。何にもない。あの鉄球ってもしかしてあの謎の生命体にぶつけるんじゃない。そういうアイテムか。なるほど、多分ね。じゃあここまで移動。はい。
ブリトニーさんは続けて逃げよう。あんまり早く逃げすぎると今度は敵が逆回転してくるかもしれないから、よし、キャプテンも早く戻ってくれないと。オッケー、ここまで移動。おっとっと、普通にいるぞ。フィリーさんはちょっときついな。じゃあ周りの、お、あれ、気のせいか、やはり速くなってる気が。まずいな。待てよ、ここまで移動、戻ってこれないことを分かってるから大丈夫。よし、お、いるぞ。サライムシはマツクロ投げつけて、ちょっと、あ、まあいいや。ピクミンを選ぶのは難しい。よし、来た来た、逃げろ、忙しい。ほい、うー、なんとか勝った。そして、あ、土の壁があるぞ。そしてこっちはビリーをやっつけよう。ビリーは大丈夫かな、突撃でいける。わあ、食べられる。むしろ電気でパワーアップってことになるのかな。うお、危ない、逃げろ。よし、いいぞ。そしてビリーさんをやっつけて、そうだ、紙袋だ、紙袋を押しに行こう。アンド突撃。うわー、なんか三つ持ちっぽい風が、風じゃないや、影がある。下も回らなくなってくるぐらい、まあそれいつものことだけど、すごく忙しいぞ。うう、そして普通に一日が過ぎちゃいそう。ほい、押せ。ふう、これで回れる場所が増えたな。よし、一安心したところでこっちの方を様子見に行こう。待てよ、この辺メモデータ、うーん、縦穴でしょやっぱ。ふう、あと十数秒で追いつかれる。おっとっと、これはウジンコ、ウジンコは赤ピクミンで戦おうか。ほい、うぅ、よし、そしてここは、うん、ずっと気になってたけど原生生物が死骸となって残らないんだね。いや、もう一回回ります。ここまで移動。ほい、お、かけらか。そしてこっちだ、水晶。ちょっと待って、他に敵が出てくるんじゃないの。今蜜はいらないから放っておこう。攻撃されるのか。そして突撃。あら、うん、オッケー。
お、蜜は壊さなくてよかったけど、まあいいか。確か蜜って残るんだよね。おっと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 、ここに来て爆弾岩ですか。まずオリマーさんが危ない。さっきからこのパターンだ。あ、じゃあせっかく広くなったから長い距離移動しようか。そしてロロ戻ってくるキュピミンを回収。これ渡れるなった。 OK。 おっとマリグモちゃん、これは岩ピクミンを持ってこないと。というわけで、うん、バトンタッチかな。爆弾岩か。爆弾岩、あ、そうか、爆弾岩でマリグモやっつけられれば楽かな。届くかな。やってみましょう。こっち気になる。でも浮気、おーっとしまった。くそー、どうしようかな。ここで解散させて戦うべきか、距離を離して爆弾岩を投げつけるべきか。ここはピクミンたちを信じて生解散。あら、ピクミンたちで意外と、おっとしまった。また捕まった。え、今やられちゃったよね。オリマーさんを吸収するときにピクミンも一緒にやっつけちゃうんだ。ここからだとちょっと間に合わないかもな。でも行かなきゃ。間に合うかはちょっと怪しいとこだけど、攻撃。相変わらずなんか殴るところが違う。あ、諦めた。そしてキャプテンも急いで戻ってきて。たった7体のピクミンではちょっときついかも。うお、しまった。これはきついというか、どうなるの。逃げ逃げ。ここでピクミンを失うわけにいかない。ここに退避。これは行くしかないか。あとアルフ君の足の速さにかかってるけど。着いた。届かねえ。くそー、また負けた。はい、結構難しい。というかウジンコちゃんに気を取らわれて移動させるの忘れちゃったな。やるとは思ってたけど反省。もしかしたら50個全部消費する可能性もなくはない。OK、今日得た教訓はぐるぐる回るのを徹底しましょう。そしてオリマーさんが連れ去られるときにピクミンも一緒に連れ去られてしまうという天国にね。お、ピクミンはたとえ仲間が倒れても迷うことを知らない。ひたすら僕たちリーダーの命令を信じて戦い続けるだけだ。言われてみれば今果実を運んでるわけでもオニオンに獲物を運んでるわけでもないから、かなり事前事業だよね。ピクミンもよく付き合ってくれてるけど、だから僕らは迷ってる場合じゃない。彼らを導くのがリーダーの仕事なのだ。
彼らのため、そしてコッパイ星のため、明日もまた頑張ろう。またなんて書いてないって書いてなかったわ。最近なんかテキストを読むときによく見間違えちゃうというか、勝手に言い換えちゃうんだよ。じゃあ予想以上に早く、まあごめんなさい、本当は予想してました。絶対失敗するだろうなとは内心思いながらやってたけど、話す、オリマーさんの生体反応はまだあるようです。しぶといオリマーさん、どうやって生きてるんだろう。もう何日も食事してないのかな。それとも金色の生命体から何かしらのエネルギーをもらってるのかな。謎は深まるばかりですが、急がなければ、あの生命体を折り回しを取り込もうとしていたぞ。優しく包み込もうとしている風にも見えたわ。確かに食べるだけだったらもうとっくに、いや待てよ、あれ私もって今すごく今便乗しようとしたけど、だとしたら悲しい生き物ですね。でも私たちは戦うしかないわ。コッパイ星に帰るために、おー、さあ行きましょう。確かに戦うしかない、これはやるしかない戦い。悲しいけどこれが自然の摂理、自然の摂理なのかな。オリマーさんを助けたいだけなんだよね。とりあえず今はオリマーさんを救出してワープドライブ機を探さないと仕方がない。さあどうしよう、特に作戦はないんだけど、爆弾岩を使ってとりあえず壁を破壊しなきゃいけないっていうところから始まってる。そしてそろそろ原生生物が復活しちゃうんで気をつけていかないと。地中から出てくる敵がわりかしつらい。彼ら結構強いんでね。そして生で解散しても結構ピクミンはサボるってことが分かったので困りものです。そして今度こそ羽ピクミン、あでも羽空中戦結構あるんだよな。今んとこ青ピクミンの方がいいのかな。じゃあ青に任せますか。おっと触っちゃった。そして突撃、オッケー。お、ちゃんとみんな集まってくれる、いいね。オリマーさんがやばいって言われたらちゃんと時間を止めて周りを確認していこう。そしているかな原生生物。ちょっと上空からだとわからないかも。豚ちゃんはいない。あ、そういえばこれ使ってみたかったんだよな。ちょっとやってみたいから狙ってみよう、どんな効果があるのか。本当にこう物理攻撃が効かないのかどうかも見てみたい。というわけでブリトニーさんにちょっと渡しておいた方がいいかな。20体分、赤はじゃあ10体ぐらいここに。お借りします。そしてあと10体、オッケー、これでいこう。じゃあまずは爆弾岩だ、ここまで移動。おっとまたやってしまった。結構難しいな、この笛を当てないようにピクミンを集めるのが。そして青ピクミン以外に渡してしまった。全くグダグダだけどここまで移動、はい。敵はいるかな、まだいないな。 OK、 そして突撃、あ待ったごめんなさい、待って、まあいいや、ちゃんと戻ってくる。へえ、ここはケピクミンに任せて。あ、ちょちょちょ、あかん、ロックオンしたまま突撃させちゃった。じゃあブリトニーさんはここで待ってましょう。
え、掘り出した？あ、そうですか。ほい。お、お、お、え、あれ？なんでこっちから？あ、え、乗り越えてきた？高いところ乗ってこれるんじゃないこいつ。今までナメプレイされてた。うわあ、これは逃げないと。逆側にダッシュ。そして、ああもうグダグダ。こっちに勝手に来て来られても困るんだけど。まずは、オッケー。じゃあここまで移動。あ、お尻にぶつかったんだな。キャー。あー、そっか、大変なことになりました。大惨事。そして一応爆弾は効くんだね。うん、あの透明の状態でも。オリマーさんを運ばなきゃじゃなくてさ、おお、中入っちゃったよ。そして、つまりしばらくはこうやって移動できるってことか。あ、いててててて、そうでもなかった。いるだだだ。いろいろ勉強になるなーとか思いつつも逃げましょう。ふう、あれ、こんなとこに3つあったっけ。まあいっか。そしてまた爆弾岩がなくなってしまった。じゃあ今度はこっちに行こう。敵はいないよね。うん、ほい。マリグモはどうしようかな。もうちょっとだけ時期を待った方がいいかも。オッケー、じゃあ逃げよう。おっと、引っかかったかと思った。あまり早く行き過ぎても敵がショートカットしてくるんだ。そして、あったあった。オッケー。じゃあ僕らはどうしましょう。二手に分かれるべきか。いやー、それはやめた方がいいな。こっちに移動。移動っていうか、これぐらいは自分でやった方が。敵は出てくるかな。おっと、オリマーさんが危ないので逃げます。お、掘り出せたかな。おっと、何か出てくるぞ。これか。こいつ攻撃力高いんだよね。赤ピクミンを投げつけるのがベターか。よし、逃がさん。赤ピクミンでも結構削るのがやっとくか。オリマーが危険。おお、危ない危ない。じゃあここまで、ここらへんかな。あんまり先に行きすぎると危ないから。よーし。おっ、オッケー。じゃあアルフ君は気になってたここまで。これがなかなか難しい。来てるぞ。よし、みんな突撃。いや、君らも下ろして。そして突撃。おお、やったぜ。予想通り。そして、ほい、忙しい忙しい。ブリトニーさん逃げ続けろ。オッケー。あ、こっち側、へー、2パターンあるんだ。なるほど。うん、そうだね、リング状にしておいた方が賢いよね。そしてメモデータ、敵がいないことを確認しつつゲット。公開日誌9。どうやら私は金色に輝くこの謎の生命体に気に入られたらしい。危害を加える様子はないが、どういうわけか私を話そうとしない。
昔からよく犬には懐かれていたが、まさかこんなお宝みたいなやつに。眠い。また強制スリープモードが発動したらしい。うん、確か生命の危機に瀕すると勝手にスリープモードになるのかな。かなり SF チックなお話が続くけど、場所確認。追ってきてるな。よし、これがメトロイドだったらフリーズビームを食らわせて凍らせるんだけど、そうもいかないな。おーっと、なんか怖い。気になる。さらに奥があるぞ。え、あれ、ここってででん、なんだ、こっちから繋がってたのか。じゃあメモデータをゲットする前に、ほい、そして秘密のメモ6かな。もしかしたら9がくるっとなってるのかも。あの下のところに線が書かれてないとわからないかも。 OK、 秘密のメモ6をゲット。そしてオリマーさんが危ない。まず逃げ、こっちだ。はい、よし。そして壊すぞ。この辺かな、この辺。ほい、おーっと、さすがキピクミン、高いとこに行く。おっと、足りないだと。これにはがっかりだけど、こっち側からメモデータが取れる。この壁を破壊することができれば、この迷宮から逃げ出す時間をかなり短縮することができそうだ。爆弾岩がどこかにあればいいのだが、はあ、確かにかなりショートカットになるよね。あー、くそー、さっきお尻にぶつかって爆発してしまったのが痛恨の一撃じゃん。どうしよう、爆弾岩が他にないよな。絶好の機会を失ったんだね。くそー、しょうがない。今回はクリアできる未来が見えない。というわけで探索を続けていこう。これはマリグモどうすっかな。戦うべきか。ここまで移動。はい、そしてピクミンはアルフ君に預けてブリトニーさん逃げよう。オリマピチ、いろんなところに蜜があるからそれなりにパワーアップはできるんだね。そしてここまで移動。この岩ピクミンを使って雲を倒そう。ほい、あら、あ、しまった、逆だったか。おーっと、オリマーが危険、こっちのピクミンの方が危険。そしてほい、死体を回収できないのが結構痛いかも。まあいられても困るけど、これどっちかな、よく見ておかないと。焦っちゃダメだ、冷静。あれ、ここにいたはずなのにペアだったのかな。へえ、まあいっか。あ、ここ気になるな、この下の方何かあるかも。そして逃げる。ほい、あれちょっとここに来てよかったな。これは怪しいですね。カメラモードで見たいですね。悠長なことしてる場合ではないんですが、
よし、ほい。どう？岩場の下。あ、なんか入ってないかも。ちょっと一瞬何かあるかと思ったけど。はい、おしまい。おお、危ない危ない、こんなことをしている場合ではない。そうだね、こっちを回って大回りで時間を稼いでいこう。ここにいればむしろ安全かな。はい、じゃあオリマーじゃないや、キャプテンはここまで。おお、こっちはどうなる。う、暗い。これは敵が。明かりをたどっていけば罠でしょう。なんか去年流行った言葉っぽく言っちゃったけど、道なき道、足元もよく見えない場所で私は見覚えのある植物を発見した。私の記憶が正しければこれは強い光を受けると花が咲くと言われる光はターゲーだ。ということはこの近くに強い光を発するものがあったのだろうか。うん、キャプテンオリマーの鋭い洞察。この付近で明かりを放つもの。あー、地形が把握できてないからわからないな。どこかにキピクミンを使う場所があるはず。逃げ続けろ。ほい、キャプテンは追ってきてください。はい、とりあえずクリアできなくても地形を把握するのが大切。ここはかけらが必要。暗いな。お、目が慣れてきたっぽい。え、水場だとあると思ってたけど。じゃあキャプテンは、うん、そうだね、ブリトニーさんの番が回るたびに指定し直そう。こっちだ、イワピクミンとの二人旅。お、あー、こっちか。ポン菓子しなきゃいけないかも。戻りましょう。待って、これ戻るときに水に浸かったりしないだろうな、心配なんだけど。あ、ちゃんとついていけるか。オッケー、手動で逃げる。はい、ここまで移動。どうかな、来てるかな。カメラモードで見ちゃう。おっと、見えないぞ。危ない危ない、カメラモードで見たいとかいうスイッチを起こしてる場合ではないな。ここまで移動。よし、そしてここだ。オッケー、やっと道ができた。あれ、まだどこか残ってるぞ。くそー。オッケー、じゃあここまで移動。ブリトニーさんは逃げろ。今回はここまで移動と逃げろみたいな、この2種類しか言ってないような気がする。うん、あれ、もしかしてもうついてる。ちょっとメッセージを見逃したかも。 OK、 じゃあ行こう。やはり水ピクミン、青ピクミンで行くべきでしょ。怖い、暗い。姿が見えないけど原生生物の声が聞こえてくる気がする。お、これでしょ。ほい、よし、じゃあキャプテンは今のうちに探索。次は、次は逃げます。そして時間がちょっとない。かけらを運んで橋をつながなきゃいけない。
そろそろ原生生物が出てきてもおかしくないはずだが。おい、カモン。ほい。あれ、なんだ、繋がってるんじゃないか、頑張って乗せたの意味がなかった。時間のある限り頑張って探索していこう。こっちはぐるっと回ってくるだけ。じゃあ合流だ。おい、あ、まあ、ほい。そしてどうしようかな。水の中に敵がいる可能性高いから一旦離れて。おっと、ちょっと狭いな。これは夕暮れになっちゃうけど、見えない。 OK。 そしてないぞ。うん、なるほど。こうやってショートカットできる。ここは水ピクミン、水って言っちゃった。青ピクミンでなんとかしないと。かけらを運んでここをつなげて、この場所に来たらこっちに行けないから、どこかに電極が。これか。ここからピクミンを投げて、ピクミンとクルーを投げてこっちに行かせる。そしてここで電極をつなぐと。わかった。よし、最低限情報は収集できたぞ。なんかすごく熱が入ったプレイになっちゃう。一応捕まらないように逃げよう。このまま夕方になるとどうなるか見てみたい。そしてこのままだと死んでしまうピクミン的なものがあるけど。レプッシュ。オッケー。ここ日没市がなくてほんとよかった。あれ、ててん。これはまさかの展開。なんだって、日没市がないって言った直後にこの速攻すぎるフラグ回収。そうですか。最後にキピクミンを一応隊列に入れようと頑張ったからよかったけど、ダメじゃん。俺は完全にしてやられた感。そして時折無邪気なピクミンを見ていると遠足に来ているような錯覚に陥ることがある。まるで幼稚園児を引率する先生の気分だ。うん、私もそういう気分になったことがある。だけど私たちはいずれ帰らなければならない。もう日没市があまりにもショックで気合い入れて読めない。私たちがコッパイ星に帰ってしまったら、あの子たちはどうなってしまうのだろうか。キャプテンを置いていこうかしら。キャプテンだったらこの、なんていうかな、ふるさとに似たような場所で、のびのび過ごせそうな気がするな。あと、ブリトニーさんは一緒に残るという選択肢ないんですか。キャプテンはちょっと、報われないな。よし。今回分かったことは、まず、爆弾岩を使ってショートカットを作る。そしてキピクミンを使って電極をつなぎ、かけらをつなぐと。あと
実は日没市がある。あれおかしいな、一回。ああわかった、夕方になると普通に日没しちゃうんだ。あのオリマーさんが連れ去られるだけだったら回収ができる。あーそういう違いか、言われてみれば納得。勝手に勘違いした私が悪かった。あーなるほど、うん、思い込みがいけない典型例ですね。くそー、いや確かに、うん、スタッフは悪くないわ。なるほどね、むしろ連れ去られた時にピクミンが日没ししないのは優しさの方だったんだ。ああそうですか、はい、私が悪うござんした。というわけで今回はボコボコになって帰ってきました。ルイ、あれ、あここでルイさんのセリフ。どうしてルイさんはキャプテンのアヒルちゃんまで盗んだんでしょうか。うん、謎だったね。さあ食べられると思ったんじゃないの。身も蓋もないけど確かに食べられなくもなさそうな形はしてる。やはりお宝好きというホコタテ星人の血が騒いだんだろう。あ、え、あのアヒルちゃんってもしかしてお宝なの。ホコタテ星人は物の価値を見る目があるな。お宝には見えないけどね。うん、バッサリ。なんか最近ずっとこのごはんで終わることが多いような気がする。というわけで今回はこれで終わりにしておきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。